今回は、チンマーマンデーグランという、第一次世界大戦に関する本を読んでみました。チンマーマンさんは、第一次世界大戦中のドイツの外務大臣です。大戦は1914年に始まって18年に終わってますけども、この本はアメリカに、できるだけドイツ側がですね、アメリカと交渉すると見せかけといて、実際には、もしアメリカが、連合軍がイギリスとかフランス側に組んで、ドイツと激突になった場合は、メキシコが、アメリカと戦ってくれれば、ドイツは応援しますよという、そういう、だから当時は、1914年に大戦は始まってますけども、西部が膠着状態で、フランス、ドイツの国境地域ですけども、進展が全然なかったと。で、その今のタイトルの絵にありますけども、これ、U ボートっていうドイツの潜水艦なんですけども、ドイツの司令部の方がですね、カイザーですね、当時のドイツの皇帝。要するに、特にドイツの海軍が非常に強硬にいったわけですけども、この U ボートという潜水艦を使って、アメリカからイギリスに結構物資が流れてるわけですね、食料とか。そういう貨物船を全て撃沈させれば、簡単にも、イギリスは降伏できると、兵糧攻めできると。で、フランスだけなんてもうちょろいということで、そういうその無差別潜水艦攻撃っていうのを始めようと。で、その時にもしアメリカがドイツに参戦した場合は、だってアメリカの船が撃沈されるわけですからな。その場合は、メキシコはアメリカに参戦してくれないかと。で、参戦してくれたら当然ドイツも応援するし、メキシコはあわよくばアメリカに対して失った領土、ニューメキシコとかアリゾナとかテキサスとか、そういった領土も回復できるかもしれませんよという、そういう電報を送ったんですね、ドイツからメキシコに。これが面白いのは、当時電報はですね、ドイツからこう南米経由でずっとこう結構時間がかかったんですね、メキシコのにいるドイツ大使に送るまで。で、当時のアメリカの大統領、ウィルソンがですね、あくまでもドイツとは交渉しようというというか、連合軍側と、いわゆるドイツ、オーストリアの軍隊との間に入って、自分が仲介役をしようと。この仲介役のために、ドイツがですね、和平交渉のために電報を送るんやったら、そんな遠回りしなくても、アメリカの外務省の、国務省のケーブル使えばいいということで、そういう行為で使わせてあげるんですけど、でもドイツ側はそんなナイーブじゃないですよね。そのケーブルを、アメリカのケーブルを使って、メキシコの政府に対してですね、一緒に戦争やらないかと、アメリカに対して。そういう電報を送ったんですけども、この電報はもちろん暗号で送られてます。すべて数字なんですけどね。で、それをですね、イギリスの諜報部が解読して、最終的にアメリカ側に渡して、アメリカ政府がそれを新聞で公表することを許して、それまでアメリカ国民はヨーロッパ戦線に対してはほとんど興味なかったんですね。東部には英国系の人が多いんで、プロアライの人が多かったですけど、同盟、連合側の人は、中部とか西部とか、その辺のアメリカ人にとってみれば、当時のヨーロッパの戦争っていうのは、本当に対岸の火事というか、もう遠い、自分とは無関係という感じだったんですね。ところが、このチンマーマンテレグラムの中で、新聞に公開されたわけですけど、内容が実際に、メキシコが領土を取るために戦争を仕掛けてくるということは、アメリカ本土が、対象になってきますから、そうなるとですね、もう状況は一変するわけですね。それでアメリカ国民は、戦争ムードになるわけですけども、それでもウィルソンは最後の最後まで、戦争をしたくないということがあったんですけども、
まあ、このチンマーマンの人が打った電報の内容が、まあ、なんですかね。まあ、最後の、もうこうアメリカも堪忍袋の緒が切れてしまったということですよね。で、1917年に宣戦布告するということなんですけどね。まあ、その中でちょっと面白かったのは、ドイツ海軍、この U ボートの提督たちが、徹底的にですね、数学的にイギリスが持ちこたえるのはどれぐらいだっていうのを計算するためにですね、イギリスが輸入しているコットン、綿とか、もうありとあらゆる物資の、それとか穀物の生産量とか、ありとあらゆるもの、もし不要労災になったら何ヶ月持つとか、毎回、毎年の鉄鋼の生産量がどうだからどうのかとか、もう数字的に全部弾き出してやってるんですよね。ほんで、カイザーに見せて納得させようとしたということなんですけど、まあ、時のドイツの大使ですね、中米ドイツ大使。この人はアメリカの6年滞在したわけです。よくアメリカのことを知ってて、最後までドイツがアメリカに宣戦布告することを、要するに U ボートの無差別攻撃をするとアメリカは宣戦布告の分かってますから、それを阻止しようとした人なんですね。最後まで。同じ彼は、ウィルソンは戦争を望んでないと。彼はよく分かってたんですけども、当時のドイツの軍部は、もうそんなことは聞いてられないということで、このチママンのテレグラムが、まあ、最終的にアメリカを目を覚まさせたと。こういう話なんです。これわずか200ページの本なんですけども、これは本当に内容が詰まってて、まあ、最近読んだ本の中で一番面白かったですね。まあ、歴史に興味ある人は特にそうだと思うんですけど、そうでなくても、歴史の裏側をですね、これ実話なんですけども、なんか小説読んでるみたいな感じで、次どうなるんだろうみたいな感じで書いてあって、もう本当にこのバーバラ・タックマンって人は話がうまいですよね。この人は、まあ、いくつか有名な本があるんですけど、有名なのは、ガンズ・オブ・オーガストかな。8月の銃声という第一次世界大戦ヨーロッパ戦争の発端の本を書いたんですけど、その本をジョン・ F ・ケネディがキューバ危機の時読んだという有名な話がありますけど、まあ、それぐらいこの人有名な人なんですね。で、この本長いこと買って読んでなくて、ずっと積読してたんですけど、今回読んでみて本当に良かったです。これは本当に200ページですけども、値打ちあります。はい。ということで、今回はノンフィクションということで、次回またフィクションを読もうと思います。